いつ、バナガは、ファッションテックデザイナーオルガンが設立した、ファッションブランド。古称、ボネゲ。日本で初めて、ファッションとテクノロジーを融合したアプローチで、ファッションブランドを展開していた、デザイナーズブランドであり、原宿のストリートで、ゲディラランウェイや、東京コレクションに起用するモデルを、一般人から、オーディション、紫外線に反応する、プリント、 溶ける服など、テクノロジーだけに止まらず、様々な実験的手法でファッションを切り取り、コレクションを発表。2019年より、OLGA が立ち上げた、ファッションテック会社、一種インクの運営下に置く。2020年にもっとファッションの未来を追求し、新たな省流を作るという OLGA の意向で、いつ、バナガは、事業として、小売りとしての携帯をやめることを発表。 ファッションテックデザイナーであり、株式会社、一種代表取締役、ファッションブランドイツ・バナガのデザイナー。近年では、デジタルハリウッド大学院の助教となり、ファッションテックラボを担当、超ファッション進化論という講義を行っている。ロンドンの大学院にて、ファッションテクノロジー専攻、修士号を取得し、帰国後ファッションブランドイツ・バナガを立ち上げる。 クロスシミュレーションを使った CG のファッションショーを展開し、3D から型紙生成した服などを展開。国内外アーティストへの PV やライブ衣装、ツアーグッズのデザインを多数手掛けるだけでなく、東京コレクションにも参加。渋谷パルコや伊勢丹をはじめとする国内外の百貨店にも出展する。様々は企業のウェアラブルデバイスデザインや、 研究開発などを手掛けるファッションテックとデザインエンジニアリングに特化したデザイン会社一種を設立。デジタルハリウッド大学にてファッションとテクノロジーを融合した新しいデザインの形とデザインエンジニアリングについての講義、超ファッション進化論を担当。また大学院では助教としてファッションテックラブを担当。国内だけでなく、 プリンストン大や文化ファッション大学院大学の留学生に向けても教弁をとる。主な研究テーマはファッションテック研究開発。社会に対する意味的デザインをテーマに活動するファッションブランド。ブランド名の由来は哲学用語のアウフヘ弁ベンをもとにした造語。同ブランドの特徴として 3DCG のクロスシミュレーションによるデジタルコレクションの発表と 最新技術に対する積極的な姿勢が挙げられる。日本でいち早く iPhone アプリをファッションブランドとしてリリースし、以後のデジタルツールによる流通と衣服制作に対する実験的な試みを図っている。Web 媒体を多用した反則、制作を行っているのも特徴。それだけに限らず2009年のデビューコレクションでは、 単独で原宿メインストリートをゲリラでコレクションを引き連れてカッポすると挑戦的なコレクション発表の手法や自身のディレクションによる映像作品も手掛ける。どこかストーリー性を含んだコンセプトメイキングなどデジタルツールだけではない特異質な一面も持つ。初期は一種名義での衣服制作 3DCG 映像作品の発表が中心であったが 2009年にいつバナガを発足本格的なファッションブランドとしての活動を行っている。歌手サルによる2010年のツアー、サルツアー2010名イボヤージュライブ衣装への衣装提供、サルコンボツアー2010フォローイングナビゲーションの衣装制作及びトータルコーディネートを担当した。2011年春夏、高原より東京コレクション初参加。 第2回目の参加となる2011年秋冬、シンボリックでは、ジャパンファッションウィーク開催直前に、東北地方太平洋沖地震が起こり、主催者側が開催中止を決定する中、唯一期間中に、小開催を決行し、話題となった。ファッションブランドいつ、バナガの特徴として、プロアマ問わない、モデルオーディションがある。 新作コレクションに向けたミューズを探すという目的のもと、年齢、経験、性別、国籍問わず、エトバスボネゲが好きなら誰でも参加できるというもの。東京コレクション第2回目の参加となる2011年秋冬、シンボリックより開始された本企画は現在も行われている。第5回目より、東京のモデルエージェンシーであるジャングルの協力参加を得て、応募者には、 事務所所属の可能性が設けられた。このオーディション号各社のほとんどが、その後、大手企業 CM や雑誌に露出、メンズノンの専属モデルになるなど、将来有望なモデルの登竜門的な存在になりつつある。2016年で4回目を迎えるメディアアンビション東京、マットは最先端のテクノロジーカルチャーを実験的なアプローチで都市実装するリアルショーケース。 2016年は開催エリアを拡大し、六本木を中心に、青山、銀座、飯田橋、お茶の水、お台場、天王図等、都内各省を舞台に最先端のアートや映像、音楽、パフォーマンス、カソンやトークショー等が集結します。そこへ、オルガが衣装デザインを手掛けた、ファバラジーを用いた作品が展示された。 セメダイン社が開発した導電性接着剤を使用し、布のしなやかさを保ったまま、あるいは素材感を阻害することなく、電子回路を布に描くという画期的な技術によって、新たなウェアラブルデバイスの表現と可能性を大きく広げた作品となった。それにより、ウェアラブルデバイスへのデザインに対する自由度と、その可能性を大きく広げることとなり、 まさに今回の作品で描くように布に書かれた電子回路には2400個の LED を搭載。まるで雪が舞い落ちているかのようにグラデーションになるよう配置されている。テレビ、東京系列の WBS ワールドビジネスサテライトや NHK ワールド、ズムサタ、フューチャリスタのコーナーにて紹介された。抱き合う、肩を組む、ハイタッチするなどのコミュニケーション行動をトリガーに、 服の中に搭載した電子回路が接触し光る仕組みである。触れたところによって光り方が変化し、ライブや音楽イベント、フェスなどで周囲と触れ合うことをより加速させ、場を盛り上げる。携帯を見つめて小さないいねボタンを押すのではなく、体でもっといいねを表現できるようにとの思いで作成された。オリンピックやスタジアムなどで光の波を作るという考えがあり。 それを人の心の向上から来るアクションによって作りたいというコンセプト。テクノロジーをファッショナブルに。ファッションテック、デザインエンジニアリングに特化したデザイン会社。ウェアラブルデバイスデザインや企業 R&D 研究開発を行っている。経済産業省、NEDOTCP において審査員特別賞を受賞した。いつ <It 's S 1>、バナガは一種インク設立と同時に、 その運営、管理下に置かれることとなった。ありがとうございます。